お客ささん、待ってくださいよなに<何>じゃなくてトルコアイスのアイスがアイスアイスを乗せさせてください。いりません。なんでいりません。怒りましたかのアイス乗せてあげないから怒りましたか怒ってません。ごめんなさい。の,のアイス乗せさせてください。いやです。なんでお願い。アイス好きじゃないんです。なんで買ったんですか買うときに言ったじゃないですか。トルコアイスのトルコくださいって言われましたけど意味わかんないです。 トルコです。トルコですって何これトルコが好きなんです。それトルコじゃないです。コーンです、ただの。トルコアイスの、アイス乗せないからトルコです。トルコじゃないです。トルコは、世界の国名です。よくわかんないけど、トルコでした。トルコでしたって何それコーンですよ。僕これ好きなんです。アイス乗せた方が美味しいですよ。アイスは嫌いです。なんでなんで買ったのじゃアイスは嫌いだけど、これが好きだから買いました。コーンを買いに来たんですか珍しいな。 はい、そうですよアイスはなんで嫌いなんですか食べす嫌いです珍しい食べてみましょうよいりませんこのコーンが好きだからいいんですアイスを食べたことない人がよくそのコーンを好きになれましたねトルコですトルコですって何アイスも食べてくださいよじゃあ言わしてもらいますけど道端に落ちてるガム食べれますか食べれませんよそれと同じです何が道端に落ちてるグミ食べれますか食べれませんよそれと同じです何が同じなの同じでしょ違うよ 何が違うの道端に落ちてないから、これは。アイスは道端に落ちてないから。どういうことうそうだな。あなた、ハンバーグセットを頼んで、ハンバーグ残して、付け合わせのブロッコリーと人参とポテトだけ食べるんですかそんなことするわけないでしょしてるんです。そんなことあなたは。そんなおかしなことをあなたがそうです。お願いです。このアイスを食べてください。嫌です。なんでですかこんだけ走って外気に当たったアイス、絶対に汚いから。確かにそうだ。また改めて買いに行かしていただきます。 はーいあのとこまでお客さんちょっと走りすぎて道わかんないんで帰り方教えてください。はーい教えてくれるんですか教えます止まれたりしてわかんないから <laughs> ついてきてくださいよくわかんないけどついていってみよう。